さあマッチングしました、モコと申します。今回マリオカートにやってこようと思います。今回もというか久々にですかね、前回のね多分動画が大会の動画だったと思うんだけれども、あっこから僕ね修行をすると言いながらなかなかちょっとマリカに手をつける勇気が出なくて、まあ今日久々にやっていくんですけども、なんかね視聴者の人からねお怒りのメールが来てしまいまして、お前は何やっても中途半端だからもうあの早くなんか不幸になって死ねみたいな、なんかすごいこと言われちゃったんだけど、まあさすがにマリカがちょっと下手くそなぐらいで死んだくないんで、まあちょっと今日はねがっつりとマリオカートで鍛え直していこうかなと思います。さあもうだからさ、お前俺が意気揚々とな宣々布告してるこの選手宣誓というかこのね意気込み語ってる中で赤ゴラぶっちゃってて、お前そのキムガシ食ってくれてんじゃねえぞこの野郎っつって、あーちょっとこの手跡に入っちゃうのがきつい、今の骨くうぜえわマジで。ちょっとなんかこのさ軌道が読めなくない、なんかみんなねこの俺本当に一個だけ言わせてほしいのが、青オーラって避けれないとき避けれないでしょ、どう考えても当たって切れるじゃん。とりあえずお前が避けないのが悪いみたいに言われるけど、どうす上がっても避けれない場面ってない、予告出てくるのが遅いんだもん青オーラ、明らかに不可避な時ってあるよね。そこだけちょっとみんなに見ても認めてほしい。まあこういうのとか俺の簡単に実力ミスなんだけど、青ゴーラー間違いなく避けない場面ある、絶対にどんな上級者でも。ただそういう回数割合を減らしていくっていう努力はもちろんします。はい、それだけ俺は今日言いたかった。以上、あとはもうひたすらこうやって初動画を決めまくってがっつりレーシングを楽しんでいこうか。まあ悪くない順位だ。だって今日はね安定した順位を常に保ち続ける、その中で1位も3回取るわけよ。1位3回取っていいよ俺。あーちょっとキラーきついな。でここでインドリでダブル、ここのさドリフトがいつも見せたら、ちょっとここ、この試合全然ダメだわ、この試合全然ダメ。ちょっとここ最近の僕の実力というのがこの試合に1試合に全てが反映された感じだな。ダブル一応取っとくけど、まあでも言うて6やからね。しかもこの部屋平均レート1万ぐらいあって全然弱い部屋じゃないから、それでこのひどいプレイングして6位とか5位で済まされるっていうのは割と運が良かったんだと思う今日は。はい、さよなら青空さん。はい、終了。はい、マッチングしました。ちょっとね気合を入れ直してまずやっていくか。まあこのコースに関して俺かなり得意だから、一回さこのコースで俺1位取って、それがなんか録画できてなくて、なんか1時間ぐらい悶絶したっていう記憶があって、2個前ぐらいの動画かな、この試合この今日は絶対1位取るまで終わらんっていうので、俺なんか自分の中で決めてて、やっと取れた1位がまさかの録画できていなかったって、もう結構 YouTube あるあるなんだけど、それ本当に自分身に起こると割と笑えないからね。本当に悶絶したもんその後。なんでこんなに頑張ったのに、なんで俺だけこんな身がこんなこと起きんねんつって、リアルでそういう声出た、カイジみたいな、伊藤カイジみたいなねセリフが自然と出てきたんだよね。だこう、ああ今のバックはさすがに当たり判定、今のでも当たり判定ちょっとスレスレだからね。ほんと今日はだからその青ゴーラはかわせないっていうのと、ボム兵の当たり範囲を修正しろっていう、そこだけ俺は言いたい。あとはもう何でもいい。あとはそれもうだからその青、もうだから避けようがないやん。じゃあどうすればいいの、お前の前走りなってんのな、それは無理難題というものやで。ああダブルアイテム取った、ナイス。花ちゃん、これお前らはこういう、もう俺本当は今みたいなね適当に打つみたいな乱射したくないんで、あこれさすがにこのドンキーは一旦、うわー今のアイテム取れないか。ちょっとこの赤キノコは外側に使います。ここのただあのドンキ危ない、ドンキ危ない、やめてマジで。 OK、 あぶね、よしいけ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 、いやこれワンチャンある、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 全然ワン、このもうしょうもねえ、避けれへんって今のは。ただまだ諦めた、メダルは8枚。もうクソがいけいけん時に限ってこういうの起きるやろ。 おもろない、いやもうこれはもう俺が悪い、今どうせ、いやどうせ赤ゴラで負けんのやったら自分の実力で負けた方が嫌やから、今のはわざと落ちました。はい、どうせ勝てへんねんな、赤ゴラのせいで、運ゲーでね。だったらもう自分の実力で負けた方が納得できるから、あえて押したって今の。しかし俺はキラーを取ってる、ワンチャンあるか、ワンチャンでもレートは下がんそうだな最近なんかレートやけに気にしてるんだけど、ほら結局最後のこうキラーとかでまくったら5位やで。さあマッチングしました。ちょっと今回からね、ヘッドホンで音を聞くようにしてみた、もしかしたら何か変わるかも。このやっぱ五感、まあ指先ね、触感、触覚でしょ、あとはこの視覚、そして聴覚、聴覚を使
使えばもっとなんかいい数字が出るんじゃないかなと僕は思います。マリカートによってダブル風いいね。これノーアイテムね、ここまで来ました。さあ、このアイテム取れないのきついけど、まあ、後ろから赤ぐらい飛んでこなかったらいいわ。おい、なんか俺のパクリがいるぞ。ロイがいる。あー、上でバックホーク来た。あー、ちょっとメダルがただ2枚ってのはかなり不安だけど、お前俺の代わりにバナナ食らってくれてありがとう。ただアイテム取れてねえんだよな。うん、なんかでも音量をさしっかり聞くと、そこのなんかマリオカート8デラックスのこの超スーパーサウンド、おもんな。この超スーパーサウンドを聞きながらプレイできる喜びを今俺は噛みしめている。若干もしかしたらマイクにさ入っちゃってるかも、俺がヘッドホンで聞いてる音が。もううぜえまして、こいつら何なんだろうな。そんなに不満か、世の中に。世の中に不満があるんだったらお前ちゃんとあの私7月の都知事選投票しろよ、お前。よし、ここはしっかりとまずはアイテム、うわっ、キラー来た。これさ誰かが雷打つかもしれないから、あの右のドンキのスターが開けたら行こう。よし、 OKOKOK でここでスターが飛んできたらもう多分勝ち。キラー中のスターはマジで勝ち確だからね、これ。もう微妙、お前そのアコラマジでやめてな。 OK、 いやちょっとメダル枚数がやっぱ足んなすぎるわ。あ、なんか気がつけ、俺いつもかマシマトモトモと思ってたぞ。怖い怖いけど、マシマキノコってスターより早いんだよね。ね、俺さ本当に20年前からさ、マリカのスターはさ速度が上がると思い込んでたけど上がんないんだよな。ただ無敵になるっていうだけのアイテムだったらしい。いやーマジきつい。てかここまでよくメダルゼロで頑張ってんな俺。でこの赤子の絶対かわせない。ああかわせた。でダブル取って、まあ、ちょっと少しも順位上げたいけどな。しょぼい、しょぼすぎる、しょぼすぎねえかさすがに。やばいアイテム雑に適当に投げちゃったよ。もう最後の最後まで細かいインドリを欠かさない男、危ねえ。さあマッチングしました。今回マリオサーキットのリセントになりますね。ここのさあのショトカをもう毎レースで決める、毎周回で決めるわ。だからちょっとこの加速を取っておきたいね。ここのショトカ本当に気持ちいいんだよね。でまずは序盤このアウトラインからこう被弾を回避しながらダブルアイテムまず回収していく。 OK、 いいよ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 。さっきの試合でさ、なんか俺スターはなんか加速度に関係ないっていう話だけど、なんか一応最大速度まで上がるらしくて、だから俺がスターは速度に関係ないって言ったら嘘です、すいません、訂正いたします。うわちょっと待って、ショートカーを決めようと思ったのに、なんで俺雑に使っちゃったんだ。やっぱなんか喋るとダメ、マリカにレースに関係ないこと喋るとなんか手持ち無沙汰でこの手慣れてアイテム使っちゃうから、それ本当にやめよう。お前ちょっと待って、渡部アンジャッシュ、渡部のアンジャッシュ、渡部がそこに今渡部おったやな、渡部な。お前ちょっと俺とサッシでマリカやれや。ただいい順位つけてんじゃない。うん、これはアンダーション渡部おるやん。これ一回後ろに打ち、前に打っていいや、前に打ってあいつぶつけて、で加速取る、メダルも10枚、いや状況としてはかなり、状況としてはかなりで、後ろのやつのメダルをこいつ奪っとくと、メダル10枚になってもメダル取るの大事だよね、後ろのやつに取らせないって意味でね。でこっからのこのスーパー加速、はい、なんだそこだ、危ね、そのクリーバー危ない。さあ一気にいいとこまで来たぞ。伊原美津子とかいうなんか変なやつ、もう射程入ってる。なんで今、お前さ俺のバナナに今隣接してんの、なんで当たんないの今の。もうおもんないわマジで。だって避けようがないからさ、それ何回も言うけど、ボム兵あの距離のボム兵ってどうしようもないよね。あれ食らってお前今の避けられたりとか言われたら発狂するで、ほんまに。いやまだワンチャンある、ワン、くっそ誰やマジ今の負けず食らした。どけ、なんでとんの、そこで今絶対今当たったのに、今アンジャッシュ渡部に絶対ミドルゴール当たってたのにさ、取られたテレサに、クソやほんま。さあマッチングしたらねじれましょう。ここ個人的に好きなんで俺は走れてかなり嬉しいです。なんかさ今日このなんていうの、このヘッドホンで曲聴きながらやってるんだけど、マリカのサウンドって改めてすごいな。画質もさ、今海外のなんかそういうなんていうの、そのグラフィックが綺麗なゲームトップ3とかに入るぐらいにいいけど、なんかサウンドもすごいいいわ。やっぱマリカめちゃめちゃテンション上がる。なんかいつもよりマリカ楽しいもん、2倍ぐらいマリカ楽しくできる。ヘッドホンでこの爆音で曲聴きながらやるのおすすめだな。うわ痛っ、どけ
今のなんでかすってんの当たんないのか、当たってんのかな、ラグで演出が入ってないだけか。後ろに打つわ。よし、オッケー、今のうまくない、今のスナイプうまくないか俺。ただちょメダルが足んねえ。あーっと、もうだからその青ボーラー、なんでそっち走んの、人がおらんほう、これ右にも道じゃねえか、右走るやほ、腹立つわ。青ゴーラを個人的にはスターでぶっ潰して、ただそれをやられるとな、1位が喜ぶだけだからな。青ゴーラだけで避けなきゃ。なんでこんなメダルが少ないの今日、メダルが足んねえの、順位は悪くないのに。でダブル、あら、もうな、もうなんでそこ戻されんの、意味わからん。これ下道あるやん、なんで今戻されたん、いた、理解できないんだけど。ねえマリカーさん、どういうことかな。うまい、今の滑り込みのやつ。あーごめん、この加速使っちゃったのは、そこの初速回打ちたいから。あーはい、もうキラー引けば関係なし、キラー引けば関係ないよこんなで。これこっちから入る、うん、そうするとキラーがショートかしてくれるんだよね。もうキラーで全部抜こう、全部抜こう、全部追い抜け、全部追い抜こう、もう全部追い抜け、全部追い抜け、もう全部キラーに抜けばええねん。もう序盤のね、2周半、茶番やからこれ。もう、もこです。もこの、もこもこ、あぶね。すごい。なんか、駅内アナウンスみたいなの聞こえてきた。え、こんなの流れてんの？いや、これみんなね、マリカヘッドホンでやった方がいいわ。すげえ、リンリンメトロのこの開幕の時なんかアナウンス聞こえる、駅長さんの。これ本当に今で4年間くらいこのゲームやってたけど初めて知ったわ。すごいな、やっぱいろんな発見あるな、環境変えると。さあそんな発見をしたところで、俺はこのレース集中してちょっと勝ちに行くよ。これはもう前に打とう、前に打って妨害しながら俺はダブルアイテム解消していく。しかも防御がいいね、このなんか序盤はやっぱ防御寄りのアイテム取りたいかな。でアイテムとかこうメダルはしっかりか、だからさ、なんで2枚3枚柱でガードしてんの、当たんのあれ。せめてアイテム守って、俺のこと頼むから。怖い怖い怖い、もう絶対当たると思った今の、絶対避けれへん今の。アイスホッケーでなんか自分のゾーンに入るみたいな。どけ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 、俺の前走るんだマジで。もう絶対に赤はせへんって今のは。はい、スター来た。誰か、あの、雷打って、雷。雷打ってええぞ。雷打ってええぞ。雷。え？いいの？キラーなんかもらって。え、キラーもらっていいの？この順位で。逆に1位がどんだけ突き放してんねんって話やな、これ。うわぁ、5位。いや、ちょっと待って、お前。テレスナイス。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。このテレスナイスよ。さらに赤ゴーラ、マジ、え、ごめん、せっかくテラザ中のキースター雷来たのにもったいなすぎる。そんなことがあっていいのか。どけ1位がでもねダントツで速かったこの試合。ちょっとそろそろかまさなきゃまずいんじゃないの。俺はこのスイーツキャニオンで全てを手に入れる。もう全部取られちゃった、全てを失った男。ん？なんかおかしいな、今違和感があったな。いつもだったらこのタイミングで2位スタートでだいたい赤ゴーラかなんか飛んできて一気に地まで落ちるんだけど、今日はなんか平和じゃない、立ち上がりがみんなあんま赤ゴーラとか打たないね。引かなかっただけかな、たまたま。2周目以降は注意した方が良さそうだ。なんかここはしっかりとこのアイテムを取っていく。そしてここで俺加速引くって分かってたから、もうここをくぐる準備してたわけね。はい、で1位になんか、あー、この元ニュースセゴシってやつがなんか知らんけどブーメラン持ってるからあんま近づかない方がいい。頼むから俺にやんだ、どけ、あれ俺のブーメランどこ行った、行った、当たれ、
あのドンキ当てたい。ドンキに当たんないか。ダブル取るぞ。オッケー。なんかメダルがまだ3枚なんだけど、なんでこれ。あぶね。あー当たるわ絶対これ。あ当たんない。なんかもう全てを諦めた声が出た今。開き直れば意外と、あーここで加速引けないの。もう今ノリノリ走ってたね。くだらねえ。結局そうやって被弾すんもんな、最終的には。おもんねえぞ。おもんないねこれ。でもなんか意外とね、1位との差はそんなにできてないはずだから、実はこっからの頑張り次第で逆転1位あるぞ。だからキラーは1回でも引かないと、1回はキラー引かなきゃ多分勝てないな。多少アイテム運に自分を委ねる。キラー引けた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 。もう、もうなんか分かんない。今加速でミスったから俺はもう即キラー発火しました。どけ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 。なんかでもキラーがすげえ遅かったぞ。おい今のなんで最後に緑ごらねえ。くわー腹立つやー。もうさあマッチングいたしました。よろしくお願いいたします。このクッパキャッスルで枯れた記憶が1ミリもないんだけど、だからそういうコースで勝つことによって苦手意識を一つまた一つと俺は払拭していく、そういう楽しみ方もあると思うんだよねこのゲームは。今バナナ当たったの誰かに。で、今クッパが右でグーパンしたから今度は左だから右には来ない。そこの隙をついてしっかり加速をかましていく。でも早めにドリフトかけておいて、微妙だけどまあ悪くないんじゃないか位置取りは。でこれちょっと防御したい。このぐらいのポジションになってくると攻めるよりか守るっていう意識を強く持ってしたいんだよね、こういう赤ゴラね。ただこう2発目は絶対避けれないから、もうそれは無理やん。いじめやん今のは。今のプロでも避けれんよ。腹立つな。なお前ちょっと俺に喧嘩売りすぎちゃうか。俺に喧嘩売った人間は明日には息をしてないっていう、そういう都市伝説はみんな知らないんだな。アイテムちょっとこれうざいから加速使うよ。危ねっ。あー絶対なんかこれ当たりそう。これ危ない。ちょっとクッパのパンチ邪魔。オッケー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 。よしよしよし。なんかスペクタクルなこの競技競争シーンを乗り越えて何度か5位踊ってた。ただメダルが5枚、微妙だな。もう着地した瞬間狩られた。着地狩りってあるんや。スプラットだけだと思ってたわ。マリカにもマリカにもあるんだね、そういうテクニックが。失望したお前らのその卑怯な手口には。だが俺は、あ、赤ゴラいった、青ゴラいった。メダル1枚回収。8位ってきつないか、これで。あ、ごめん、この、あのね、あのミョルリに当たっちゃったらもう勝てないわ。あ、ちょっと待って、キラーいた。いやー、ただちょっと0枚5位でのキラーは、あまりにも無力じゃないか。はぁ。見られないかよこれ。さあマッチングしましょう。今回ピーチサーキットなんですけど、なんとミラーでの一戦となります。まあでも俺言うてね、ミラーのピーチサーキットにもだいぶ慣れてきたからね。ここも言うたら俺の独壇場よ、独壇場。さあここはしっかりとインドリ、はい出たこのね。まあ今のは避けられたから、まあ、俺が 100% 悪いんだけど、序盤に被弾するとさ、いやでも被弾は序盤に しとこう。被弾というのは序盤に固めておく。そしてあのミラーが時とか言いながら、このミラーの弊害を完全に受けてる俺。ミラーであるからあそこの対応が遅れる。まあいいんじゃない。こっから右左右って曲がっていくから、そこ気をつけてねみんな。これ多分取れる取れる。よし今の今のみたいなの取らなきゃダメよ。そうもうダブルアイテムってのを果敢に取っていく。果敢に取んなきゃ。やっぱ本気で貸したいんだったらね、ああいうところ細かいところには取らないと勝てないよ。がめつく貪欲にいかないと。取れるとこ取る、取らないとこは取らない。もうそこメリハリつけていかないと。でここしっかり左曲がりだから、ここ左にカーブかけていくでしょ。もうなんで青ゴラ当たってくんの。お前が当たってきてるな、むしろおかしない。これ多分やっぱ通常の1位じゃないプレイヤーにもフォーミングしてる気がするんだけど、青ゴラ。
マリオガードさん、ちょっとちゃんとしたその公式の設定の怪獣を求むわ。マリカーにダッシュかけて、あーダブル取れない。まあね、狙ったっていう自分を褒めよう。狙った上でダメだった、それはもう仕方ない、結果論だ。でここでちゃんとアイテム3枚取り、よし、オッケーオッケーオッケー、メダル3枚で、今でかいよ。ちょっと後ろからなんか来たらやだな。ちょっとこう早めにドリフトかけて、でここドリフト曲がりする、悪くないんじゃないか。でここで一発ショトカぶち挟んでおいて、さっきこの辺でアホゴラ食らったから、いやこれ勝てる勝てる勝てる、これ全然勝てる、全然まくれる。ここなんか本当はニスクできるらしいしけど知らん。うわバナナか、弱いバナナ、弱いけど、でも石が見えてきた、背中が見えてきた、石の背中が見えてきた、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 いやあるあるある、マジマジ、勝てる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 、このいくつだってレート7000のかでしょ。いや勝てるよ、レート7000がお前レート8000に勝っちゃダメなんだ。来た来た、アホゴラ来た、え嘘や、ただこれ爆発で負ける困る可能性あるぞこれ。抜いた、いやある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 、ただあと最後これ消化食らわなければ。よっしゃ勝った、おっしゃ、対戦ありがとうございました。